のパーフェクト福島大会男子決勝戦を行います。決勝に進出した選手をご紹介いたします。まずはじめに砂川豊プロ、お願いします。は松浦弘樹プロ、you
はい、それでは福島大会男子優勝、男子優勝スラガプロです。こちらは大城プロと打って変わって1年ぶりの、半年ぶりです。半年ぶりなの？あ、1年ぶりかな。札幌大会じゃないの？1年ぶりです。そうでしょ、札幌大会あれ優勝してたからすごい喜んでたのを覚えてるんだけど。忘れてました。あれがちょうど6月なんですよ、去年。もう久しぶり、よかった、本当によかった。まず今の気持ちを一言お聞かせください。ありがとうございました、はい、おかげさまで、もう本当に、はい、もうありがとう、はい、まあ、チャットでもみんなすごい応援、チャットでもすごい応援してくれてましたから。今季初なんです。今季初、もちろん知ってます。1年ぶりだから、ね、よかった。1年ぶりの優勝だけど、まあ、もうちょっとなんかこう嬉しいとか、なんとかってないですか？いや、もうちょっと今回は重い感じです。ちょっと派手に言えなくて、あ、なるほど、ずしっとありがとう。ずっしりありがとうっていう。いや、まあ、おかげさまですっていう。ちょっとすごいファンが、すごいスラガプロを応援してくれる人がたくさんいました。いや、もう本当今季からちょっとメーカーさんがいろいろ変わってね、変化がありまして、はいはい、まずプロビジョンっていう新しいバレルメーカー、エルフライサーさん、はい、でいろいろ応援していただいてるんですけど、なかなか結果が出せなくて、はい、やっとね、ありがとうございます。まあ、だからちょっとね、決勝はね、もう今まではなんか自分はこう復帰してきてから、うん、決勝の時にそんな緊張してるのをあんまり見てなかったけど、うん、今回は緊張してました。緊張してました。緊張してました。あ、そうなんですか。明らか緊張してました。決勝の始まる前ね。でもそれがちょっと投げて、何本か投げてこう試合に入っていったら、すごい力が抜けていいダーツしてました。僕も緊張してると気づかなかったです。そう、うん、全く気づかなかったです、ね。まあ、その今日はもうどの辺が良かったでしょうか？今日はね、うん、もうはっきりもうペースを作れました。もう予選からもう決勝トラップにかけて僕はやる、やる、やれない時もあるけど、今日はやる、うん、やる。引っかかったりとか滑ったりとかいろいろあるじゃないですか。あ、まあ、なるほどね。技術的なでもうるさいと、うん、もう今日はやるぞと、やるぞと、やるぞ、どんなあれであれやるって決めてました。ちょっと理解できないですけど、今日はやると。もうどの辺で今日は優勝できるなと思ったのはどの辺だったんですか？今日は、あ、もう入り口入ってからです。朝もう行くぞ。朝あれ、今日なんかキャラが違うな、なんか。もう嬉しいもんだって。本当は、ね、本当はもっとクールに、うんうんうん、行こうと思ったけど。もう全然普通だし、みたいな。言いたかったんですけど、もう本当に嬉しい。まあ、1年目だからね、ちょっとやっぱり苦しい時期もあったしね。いや、めっちゃ、ちょっと体調も崩しちゃってて。で、ちょっと、まあ、いろいろ環境の変化とか、はいはい、いろいろメーカーさんとか、はい、プレッシャーとかあった中で、はい、もう、
本当に嬉しい、うん、本当に嬉しい。まあでもこれをきっかけにね、ここから、まあ、去年もパンパンって勝ち、はい、あの、そうそうそう、今年も去年も勝ち出したらパンパンって勝ち、あの、ずっと勝ち出せるから、そのこれを今日きっかけに今年どうでしょうか。もうちょっとこれから、すみません、これからね、これからす、あのあれですか、こうスラムアップではこうちょっと湿気があった方がいいとか、こう乾燥した方がいい、関係ないです、関係ない、何もう常にも入れる、何が変わっても照明が落ちたらもう関係ない言える負けない、もう照明が落ちても関係ない、もう関係ないね、さすがさすが、まあ、本当、まあ今日はでも本当、まあ決勝もね面白かったね、よかったね、でまあ佐伯プロとの試合も、準決勝の佐伯プロとの試合もやっぱり面白かったし、うん、ありがとうございます、はい、いい夏でした。もう今日は最後まで、あの一生懸命、まあチャットでもスラガープロのことを一生懸命応援してくれた人も最後まで、あの今見てくれてると思うので、うん、お礼と最後一言お願いいたします。諦めずに、はい、あの嫌いにならずずっと応援してくれていただいてありがとうございますありがとうございます。もうこれからもう砂川大頑張ります頑張ります頑張ります。あ、嬉しい嬉しい本当にちょっと嬉しそうね、今日本当嬉しそうね、キャラがちょっと違うね、もうよかったよかった、本当はクールに行きたいんですけど、行きたいだけどね、まあ、クールじゃなくてもいいじゃないですか、キャラの、ね、本当よかった、ちょっと安心しましたね、よかった、まあ本当に素晴らしい今日一日ダーツで、本当に今季初優勝、うん、おめでとうございます。おかげさまです、ありがとうございます、おめでとうございます。まあ、次回はもう2週間後、6月18だ、はい、8かな、22、ごめんなさいごめんなさい、22日、京都で、ありますので、もうスラガープロの2連覇を皆さん楽しみに応援していただければと思います。それでは今日も長い間ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。女子は、大城プロの優勝、男子はスラガープロの優勝でした。ありがとうございます。